今回はプレゼント企画でございます。いや、来ました。お待たせしました皆さん。私内藤は、去年からタイに行ってたんですけどね、はい、今年、はい、ちょっと日程はまだ日程なんですけど、はい、4月が終わずに、帰国することになりました。パチ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 。ついに俺たちがね、日本で2人で再会という形になります、はい。1年間タイに行ってたわけですけど、はい、いつからでしたっけ大体。タイ5月、2015年5月から行って、はい、約1年だ。まだ今回戻ってきて、もう1回戻って、で4月か5月に帰国、本帰国ってことなんですよ。まあそうですね。だからそれからはやっぱ日本で活動して、ようやくこれから2人の動画が、そうですね、待ちに待った、だいたいまあ1年間、ね、2人で修行の時でしたね。まあそうですね、本当に。でやっぱ気づいたのは、やっぱ俺たち2人でカメラ映ってる時一番いい動画撮れるんだったね。今気づきましたね。そうだね、やっぱり YouTube をやるにあたって別々のところでやるっていうのは、やってみてなかったけど、いいことはなかった。一つもメリットは一つもなかった。意味わかんないもんね、だって意味わかんない、見てる人も意味わかんないし、俺たちもなんか意味わかんないしね。良かったこと一つ言おうとしたら、二人ので撮る動画の大切さを分かってる。ああそうだね、本当になんか真面目な話になっちゃうけどね、俺もやっぱ二人で撮る時の方が絶対動画面白いできるなってのは実感した。それで気づく1年間だったかなと。なんやかったな。まあこの1年というか、まあ、内藤君が帰ってきてからの、まあ2016年かはちょっと頑張りたいね。そうだね、死ぬ気でやりたいね、みんなの応援を背に受けて、俺たちもっとできることあるからね。そうやりたいですね。やっぱやるからにはナンバーワン取りたいね。そうだね、プレゼント企画です。はい、 UFO キャッチャーで今まで取った景品をプレゼントします、はい、全部じゃないんだけれども、はい、ちょっとよりすぐって、出していきたいと思います。どうぞ1名様にプレゼント、1名にしようかなと思って。わあ、すごいすごい量入ってますよこれ、はい、前回その UFO キャッチャーでリクエストあった景品、まあ、もちろん入ってますこんな感じで、はい、それを先に紹介していきましょうか。テッドの巨大ぬいぐるみ、ワンピースのフィギュア、ディズニーのフィギュア、ハイキューのフィギュア、あ、これ UFO キャッチャーで撮ってないんだけど、これもあげます。これ俺も撮ったな、クレヨンしんちゃん、ラブライブのフィギュア、初音ミクのフィギュア、ポケモンのぬいぐるみ、ナルトのサスケフィギュア、パズドラのフィギュア、スターピースメモリーズ、ワンピースのナミのフィギュア、孫悟空のフィギュア、ロボニャンのミニぬいぐるみ、ラブライブのミニぬいぐるみ、リアルお団子と、お寿司、最後はこちら、リアルマグロ。やりましたー。これ20点ぐらいあるの？20点ぐらいあるかもしれない。だいぶめちゃくちゃある。これはすごい。ということで、これを1名様に。1名なんですね。したいと思うんですが、はい、応募方法、あ、そうだね。はい、応募方法は、はい、この説明文のところに応募フォームというものがございます。はい、で、この応募フォームからお送りいただくんですけど、お送りいただけます条件が、まず、俺たちのチャンネルをチャンネル登録していること。はい。そうしまして、グッドボタン。この動画に対するグッドボタンを押してください。すごいです。がめついな。がめつすぎるだろ。ね。まず、低評価してもバレない。やらしいわ。低評価してもバレないですけど、できるなら高評価をしてください。そして、最後は、僕ら、渋谷ジャパンと内藤ツイッターアカウントがあるんで、その2つを両方ともフォローしてください。うわ、すげえがめつい。ね、ホームフォームに、それね、名前とかツイッターのアカウントとかね、書く欄があるんで、そこを記入して送ってください。そう、ランダムで選ばせてもらって、で、ちゃんと条件満たしてることが確認できたら、その方に発送いたします。あ、はい、俺も持ってきたんだ、お土産。そうだよ、俺もお土産ちょっと一つ持ってきました。内藤からのお土産もぜひもらってください。皆さん、オルタナチャンネルを見てくれてるあなたなら、はい、ぜひ見覚えがあるはずです。はい、僕からのプレゼントはこちら、じゃじゃーん、出た、僕が色を塗った眠ってないドラえもんです。これ初めて見たもん、俺も生で。これ世界一つですからね。まあ、ぜひこれもちょっとプレゼントするんで、ぜひ、はい、振ってご応募くださいまし、はい、ということで今回はプレゼントの企画と、内藤
5月か4月に日本に帰国なんで、はい、ぜひ楽しみにしてください。今回も本当に。それじゃあまた次回お会いしましょう。まあ2つあるんですよね。はい、あの僕の方から UFO キャッチャーの景品と、はい、あと内藤くんの方からも何かねプレゼントがあるということで、プレゼント、まあプレゼントっていうかね、はい、お知らせがありますね。なるほどっすね。どっちからいきますか。じゃあ僕の方からいきましょう。いや、こっちの方がね、みんな楽しみですから。あ、本当ですか。じゃあ、はい、僕の方からいきますか。はい。